激な逆転勝利に湧くロサンゼルス・エンジェルスにあって、試合後の大谷翔平は勤めて冷静に自身のパフォーマンスを振り返った。現地5月3日、エンジェルスは敵地でセントルイス・カージナルスと対戦。大谷翔平は3番 DH 検討手で先発出場し、5回を投げて4失点を喫した。2つの本塁打を浴びるなど荒れた部分もあった一方で、自己最多タイの13奪三振をマーク。 打っては3安打1打点と気を吐き、チームの快勝劇6対4に貢献した。大谷翔平は試合後に米メディアのフラッシュインタビューに応じた。13個の三振を奪った点について問われると、不用意に行ったところでホームランを打たれた。6回、7回、どうしても投げたかったですけど、5回までしか投げれなかったというところで言うと、脱三振よりもそこに悔しさが残るかなと思いますと、心情を吐露した。 4回裏にカーディナルス打線に捕まって3失点を喫した。相手はかなり早打ちだったのではと指摘されると、どうですかね、狙い球を絞って振ってきているという感じですかねと返答。その上で打たれたのが全部長打になっているので打球を上げさせてしまっているというところが一番の今日の反省点かなと思いますと続けた。チームは9回表に3点を奪って逆転に成功。 敗戦投手とならずに済んだ大谷翔平は素晴らしいオフェンスでした。特に同点としたラムの一発が大きかったですねと称えた通算500奪三振を達成した28歳。 ここまで7試合に登板した投手大谷翔平の主なスタッツは防御率2.54奪三振59被安打16基本塁打4自責点11四四球 25WHIP0.87 被安打率125となっているそれはないって大谷翔平圧巻スイーパーに見逃し三振の打者が絶望リアクションエンゼルスの大谷翔平投手が3番投手で先発出場 5回97球を投げ、先発打者全員から13個の三振を奪うも、2本の一発構成などに泣いて4失点。今季初黒星かと思われたが、土壇場の9回に味方が逆転に成功。勝ち負けはつかず、チームは3連勝を飾った。 15のアウトを13個の三振で奪った大谷翔平だが3回に8つ目の三振を奪ったシーンではキレキレのスイーパーを見逃した相手打者がバットを放り投げ体をのけぞらしながら絶望リアクション泣きそうエグすぎるなどファンからも反響が相次いだ一死ランナー一塁で迎えた3回裏カージナルスの攻撃 ヌートバーとの二度目の対戦をカッターで空振り三振に打ち取り、続くゴールドシュミットに死球を与え、一死ランナー一塁で迎えるは、初回に先制のソロホームランを許している3番ゴーマン。初球からスイーターを大投げした大谷翔平は、4球目にスプリットを挟むも、さらにスイーターを大投げ。勝負が決したのは7球目。 大谷翔平がこの打席で6球目となるスイーパーを投じると横滑りせずカッター気味に真ん中高めから曲がって落ちたボールを傲慢は見送ったフルカウントだったこともあり一度はバットを放り投げ一塁に歩こうとした傲慢しかし球審の判定はストライク傲慢としては予期せぬ判定に上半身をのけぞらしながら両腕を広げて Y と納得のいかないリアクションを見せた 3回までで8奪三振と圧巻の投球を披露する大谷翔平に試合を中継したアベマの視聴者からは泣きそう。えぐすぎるなど強嘆の声が相次いだ。なんて男だ大谷翔平の靴紐の結び方を例専門家が解析で爆笑の嵐。この軌道は半端ないわ。 現地時間5月3日、ロサンゼルス・エンジェルスの大谷翔平は、敵地で行われたセントルイス・カーディナルス戦に、3番 DH 検討手でスタメン出場し、5回97球を投げて、被安打5、13奪三振、4失点、し支給2をマーク。勝敗はつかなかったものの、さすがの存在感を発揮した。一方で、背番号17が試合中に見せた仕草が話題となっている。この日、7度目の先発マウンドに上がった大谷翔平。 初回に相手3番打者、ノーラン・ドーマンの先制ソロを浴びるなど、やや不安定な立ち上がりとなった。そうした中で、28歳は審判にタイムを要求。シューズの靴紐がほどけてしまったからだ。そんな大谷翔平が靴紐を結び直す様子を、ピッチング忍者の愛称で知られる、米投球分析家のロブ・フリードマン氏が、靴紐職人と放物線を描いた動画と共に、自身のツイッターに投稿。 するとフォロワーからなんて男だ。この軌道は半端ないわ。靴紐を結ぶ姿まで素晴らしい。これが MVP 候補である理由。面白すぎ。笑ったなど様々な反応が寄せられている。この日、ベイブ・ルース以来史上二人目となる通算500奪三振 &100 本類打を達成した大谷翔平。今季はさらにどのような新記録を生み出すのか楽しみだ。